こんにちはやすです。今回はバンド風のサウンドを作るときについやってしまいがちなアレンジについてお話ししますついやってしまいがちなんていうとあ悪いことなんだなっていう風に受け取られるかもしれませんがあのー、悪く出ちゃうことっていうのがよくあるという意味ですだからそれを使うその技法を使うにあたってデメリットもちゃんと理解しておかないと使いどころを間違えちゃう うん、というような事故が起きて残念なことになってしまうので、えー、それについてお話ししていきます。何かというとユニゾンです。ユニゾンプレイ。うん、あのー、まあロック系のバンドなんかでよくこうまあ、ライブなんかでもさ、なんかのこう乗ってくるとあの原版のさその CD のにはないけどこう ベーシスとかさ1オクターブ上げてギターとおんなじところでこうちょっとリフを刻むとかさ遊び心でねやったりとかしますけど要はそれです「ユニゾン」ライブえこうロックまあそのバンド風のだとなんかこう生っぽさとかね乗ってきたらなんかこんなことを演奏者やるじゃんみたいな感じでそれをこうサウンドの中に取り入れようとしてそのユニゾンのプレイをね ふっとこう。一瞬入れたりすると。そうするとまあ、こんな感じになるわけですよ。ちょっと聞いてください。えー、っと4小節4小節なんですけど、最初の4小節は普通です。で、再同じ意味がもう一回繰り返されるんですけど、その時はユニゾンプレイがちょろっと入ってきます。まあ、あのここね見てわかる通りなんですけど、ここね。ここではいちょろっと入ってきますの、ね、で、まずちょっと聞いてみてください。 はい、という感じでちょっとになんか人間らしさないよねっていうのは置いといてください。<laughs> あの、打ち込みでち、ね、ちょっととベタ打ちなんんでで <laughs>、えー、置いいいてくださいでうん、ああ、のー、まあ、あの最初の4拍目ね1コーラスと2コーラス目4拍から8拍、あのー、4, 4から8小節までね、えー、とここ,ここでユニゾンベースがね突然フッとこう上がってギターと同じところで刻み出すんですけれども。 これ例えばライブでやったらさすごくあって想像つきますよねあれいつもとなんか CD と違うことやったらうわーみたいな感じでねお客さん盛り上がるよね <laughs> っていうのは分かると思います。さ聞いてのしいのはねサウンドの厚みなんですよ。あのちょっと和音の響きっていうところとも似てるんですけれどもその全体のサウンドの 和音の厚みというかね響きの厚みっていうのをちょっと注目して聴いてもらいたいんですよ。最初のところ、ね、こころね、はい、ユニゾンプレイ、はい、ベースがフッと上がってギターにユニゾンし始めたところで。 サウンドがスコーンって抜ける感じ、あのまあペッチャンコになるよね。あのこう厚みがこう響きに厚みがあったのが突然シュッとこう細くなって、でまたユニゾン終わったらフッと戻るっていうあの感じわかると思います。もう一回流します。うん、こういう感じですね。うん、これがいわゆるこのユニゾン あのこうバンド風のサウンドでなんかちょっとライブっぽくみたいなノリでえ今よかれと思ってやった時のユニゾンアレンジをし,した時のデメリットです要はサウンドがこうペチャンコになっちゃうんですよねただしそのユニゾンでやることの意味っていうのはもともとやってるそのギターここはギターですけどそのライン えー、そのラインのギターの音色にベースの音音色色がが足されて新しいでできるんですよ同じその高さで同じフレーズを刻む違う楽器が刻むあまあ同じ楽器でもそうなんですけどあの違うあのその 2, 2つ以上の音色が同じことをやった場合の目的一番の目的っていうのは違う音色を作るということなんですね。 えー、なのでそれをしっかりとこうまず把握してでこうパート数に限りがあるもの,あの突然ねなんかこう増やしてるわけじゃないねもともとあるやつがちょっとこうイレギュラーなことするというようなアレンジになる場合、うん、担当してたところの機能がスコーンとなくなるわけですよね。このの場合ででうと、とそのサウンド下でこう支えててギターと そのの開きでサウンドにちょっと厚みを作っていたわけだけど厚みを作ってるギターからしてみればね厚み作ってた相手がいないくなっちゃうスコーンってねだからあの響きも何もないよねっていう一つ,つの音色ですねギターとベースが合わさって一つの音色でその音色はより目立つようになると、えー、新しい音色ができてそこだけここだけね新しい音色ができて目立つようになるっていうところの反面サウンドがぺっちゃんこになる っていうデメリットがあると、うん、えー、これね実際ねあのバンド経験ある人とかのアレンジとかやるで、あのねちょこっとやっぱりね出てきたりするんですよ。うん、ね、えー、ああそれは別に今やらなくてもいいよねってこう客観的に聞いてると思っちゃう、うん、っていうことがあるかな。普通のサウンドだとねあの。 この手のアレンジってやっぱりさっきも言いましたけどライブだと盛り上がるんですよそれはそもそもその対象者で、ね、アーティストのことを好きな人が集まって注目してるからあいつもと違うことやったっていうだけでもう嬉しいわけですよ。ね、<laughs> あのだけどまあ あの要は客観的に聴いてる人初めて曲だけ聴いてる人は別にここだけやったらうん何でそこぺっちゃんこにしてまでなん突然ユニゾンしたかなみたいな感じになるんでねあれは冷めるわけですよ、うん、冷めて聴いてるわけねなんかこう例えばさあの自分のお部屋紹介とか言ってやる YouTuber の方結構いますよね。あれでもさあのこう視聴者数数フォロワー数多い人がやったらその コミュニティの中ででは盛り上がるわけですよね見てる人も「あこの人こんな部屋なんだ」とかね「あ見れて嬉しいな」とかね私生活覗けて嬉しいなとかなるけど全然知らない人がさ「うちの部屋紹介します」とかやったってさだからなんだよってなるでしょ <laughs> そういうことなんですよね。こうい聞いても全然客観的にね初めて聞いた曲聞いても「うんでだ,だから何?」ってそれちょっとやめた方がいいんじゃないかなぐらいにまで思っちゃうっていう。 だからこうあのそのデメリットをちゃんと理解して本当にそこ使うべきなのかどうかっていうことをあの分かった上で、えー、新しく音色を生み出すことが、えー、をするここでやるんだという意図が強い意図と効果がちゃんと狙って分かってるんであればあの使うのは全然いいと、うん。分かってないんだったらで入れちゃうとすごく独りよがりなアレンジになっちゃうんですよ。 だからあのー、なんかねこうブース越しに他の作家さんが、あのーね、作ってるのとか聞こえてきてもああバンド風のアレンジかと思ってなんかこう突然ベースがユニゾンやりだしてみたいな感じでそれいらねえよなーみたいな感じで <laughs> あの思いながら聴いてたりとかね <laughs> したことありますけど <laughs>、うん。というところですね。ユニゾンについてはあのー うん、割と何の気なしに別に音楽のねあの作曲や編曲の,その基礎勉強をちゃんと別にね一から先生に習ってやってない人でも普通によく使うわけですよ。うん、あの中学生とか高校生とかねギター持ち始めたばっかりとかの人がなんかこう頑張って曲作ったってもそういうのって結構出てくるわけですよね。な、うんえー、<laughs> なのであの全く意識しないん あのその効果とかあのその使った時のデメリットとかねあのそういうことを意識しないで自然にあのなんとなく一緒にベースとギター一緒に何かふってやったらかっこいいじゃんみたいなノリでえやあの結構やられがちなのがこのユニゾン、えー、っていうアレンジ手法なんですよね。でえーこのお 同じ高さのねユニゾーンでやってるとまあまあ主にあのメインとしては違う音色を作るということが目的になるとで、えー、<laughs> これをね例えばオクターブユニゾーンした場合ね、えー、<laughs> これちょっとこう1オクターブ下げましょうかで1オクターブ下げた場合はこんな感じのサウンド <laughs> まだベースが下にいるから なんかこうユニゾンしてた時よりのスコーンと抜けた感っていうのはないんだけどやっぱり最初にあるようなこう響きの厚みっっていうのはやっぱりなオクターブであのオクターブで下で重ねる場合っていうのはその上にある音色をより強くするんですよより目立たせる強固にするっていうあのそういう意図を持って使われる技法です。<laughs> うん、なのでやっぱりこれも同じようにデメリットとしてはそのサウンド響きとしてはねぺちゃんとなると薄くなるとあのいうこと、えー、はこれも同じくちゃんと理解しておいた方がいいということですね。えー、ということで今回はまあ、まあ、バンド風アレンジでねちょっとノリでやっちゃうみたいなのが。 とかくバンド経験者とかだと、うん、入りがちかなというようなアレンジのまあ、メリット・デメリットについてお話ししましたよろしければ高評価・チャンネル登録よろしくお願いします終わりますご覧いただきありがとうございましたヤスでしたではまた